イケルムニャイン後には、スペインナバラ州パンプローナ出身のサッカー選手。アスレティックビルバオ所属。スペイン代表。ポジションは FW。バスク自治州最大のクラブであるアスレティックビルバオの下部組織出身。2009年7月30日、16歳7ヶ月11日で UEFA ヨーロッパリーグ予選 BSC、ヤングボーイズ戦ファーストレグに出場して、 トップチームデビューした。59分にガイスカ時計路に変わって途中出場し、クラブの公式戦最年少出場記録を作った。1週間後にアウェーで行われたセカンドレグで初得点を記録し、チームの勝ち抜けに貢献した。16歳7ヶ月18日での得点はやはり、クラブの公式戦最年少得点記録となった。8月30日、 ホームで行われたリーグ開幕戦の RCD s パニオール戦に先発出場して、クラブのリーグ最年少出場記録を作った。9月17日、UEFA ヨーロッパリーグの FK アウストリア、ウィンセンファーストレングで、アンドニー・ラオラと、ホセバ・エチェベリアが得点した後、ダメ押しとなる3点目を決めた。10月4日、レアル・バリアド・リード戦では16歳と289日で、 ゴールを決め、プリメーラディビションの最年少得点記録を更新した。それまでのリーが一部の最年少ゴール記録は2002から03シーズンにシスコナダルが記録した16歳と353日だった。12月1日、クラブと初のプロ契約を結び、契約を2015年6月まで延長した。晩には、 1> 約1ヶ月の間戦線離脱したが、12月6日のバレンシア CF 戦では51分に途中出場して、先制点を決めた。シェレス CD 戦、デポルティーボラ・コリューニャ戦でも得点し、2009から10、シーズンはリーグ戦、通算26試合に出場して4得点3、アシスト、公式戦、通算35試合に出場して6得点を決めた。 2010から11シーズンは絶対的なレギュラーであり、ホワキンカッパロス監督のチームで左ウィングとして活躍した。2011年4月17日、故郷パンプローナに本拠地を置く CA を指すな戦では、ロスタイムに決勝点を決め、逆転負けの危機からチームを救った。はじめはシーズン5枚目のイエローカードに抗議し、 ゴールセレブレーションの際に両手を両字に当てる仕草を、したが、試合後にイエローカードは撤回され、次戦に出場できることになった。レアルソシエダとのバスクダービーとなったその試合でも、ゴールネットを揺らし、2から1で勝利した。2015年4月4日に行われた、セビージャ FC 戦の試合中に負傷し、全治約6ヶ月の左膝前十字靭体断裂と、診断された。 そのためそのシーズンに行われたコパデリレイの決勝にも出場できず、チームも FC バルセロナに敗れた。2015年12月20日に行われた、レバンテ UD 戦で公式戦に復帰。2016年に2月28日のバレンシア、CF 戦で復帰後初のゴールを決め、敵地、メスタージャでの8年ぶりとなる勝利に貢献した。16から17シーズンから、 背番号を19から12変更。これに伴い、当時10番を背負っていた、オスカルデ・マルコスは18番に変更となった。怪我からの復帰以降、2017年9月28日までに86試合に、出場と順調にキャリアを積み重ねていたものの、FC ゾリアルファン宿クで、右足の全十字人体を損傷。再び6ヶ月の離脱を強いられた。 2018年11月20日、2024年までの契約を延長した。また驚くべきことに、この契約には契約解除金が設定されておらず、契約期間内での移籍がほぼ不可能な状態となった。これは、ムニアイン自らが選んだ選択肢であり、デビュー以降毎年のように噂されていたビッグクラブへの移籍を封印し、 クラブへの忠誠心を改めて見せつける形となった。マルケルスサエタの対談に伴い、19から20シーズンからクラブのキャプテンに就任。2011年2月8日、U-21 デンマーク戦で18歳にして U-21 スペイン代表デビューした。ルイス・ミジャ監督によって、同年の UEFAU-21 欧州選手権のメンバーにも選ばれ、 全試合に出場して、スペインの3度目の優勝と、ロンドンオリンピック出場権獲得に貢献した。2012年2月24日、ビセンテデルボスケ監督によって、スペイン A 代表に初招集された。2月29日に、マラガで行われた、ベネズエラ戦の74分に、セスク・ファブ・レガスと代わって出場して、A 代表デビューした。2019年、 クラブでの活躍を認められ7年ぶりの招集。3月26日に行われた UEFA ユーロ2024戦のマルタ戦に途中出場し、勝利に貢献した。ありがとうございます。